コパカバナコーラルリーフ、ことコパカバナ2ですね。そちらのスタッフから明日の朝9時に来てくださいと、9時みたいな。パタヤではね、めっちゃ早い時間になるんですけれども、朝一、しかもコスチュームはね、白もしくはクリーム色でお願いしますとか言われまして、まあ訳も分からずやってまいりました。ここコパカバーナコーラルリーフの建設予定地敷地内なんですけれども、何やら食事の準備がありますね。そうそう、本当にね、たくさんの方がこのコパカバーナ2コーラルリーフご購入されてると思うんですけれども、プレビルトのコンドミニアムということでね、購入してから完成まで本当にね楽しみで、毎日ワクワクしてるんじゃないかななんて思うんですが、何やら祭りのような音楽が聞こえてきましたね。こちらには、お坊さんがたくさんいらっしゃいます。ここは広いんですけれども、ちょうど駐車場になるビルディングの予定地ですね。そしてこちらみんなが集まっているところ、こちらがコンドミニアムの真ん中ら辺になるのかな。おお、やっぱりみんな白い服もしくはクリーム色の服着てますね。まあ今日ね、何があるのかっていうのは僕ら誰も聞いてないんですよ。ただ9時に、白かクリーム色の服で着てくれ言われただけなんでね。まあでもこれはね、その日本でいうところの地鎮祭みたいなもんなんでしょうかね。工事の安全とね、それから無事竣工完成できるように土地の神様にお祈りするなんていう地鎮祭っていうのがありますが、どうやらそんな感じですね。お、記念撮影が行われておりますが、コパカバーナの社長さん、女性のね社長さん、ボスなんですけれども、いつも本当にね無理ばっかり聞いていただいておりまして、ただひたすらに感謝感謝なんですが、なぜか僕もね一緒に記念撮影させていただきました。へえ、こうやってお祈りするんですね。タイでは地鎮祭っていうのは、仏教ではなくてバラモン教のね、なんかそんなお祈りもポピュラーだと聞いたのですが、今回なんかヒンドゥー教の儀式とか皆さんねなんか言うてましたけれども、こちらの白い服を着た方が神官の、まあ今ね、お祈りを捧げてくださっておられますが、まあ実際のところはねちょっと僕わからないんですけれども、いい声ですね。神聖な気持ちになります。いろんな食べ物なんかもね、お供えしてありまして、こんな本格的なね、儀式に参加させていただけるとは思ってもいませんでしたので、もう僕もねたくさんのご購入者の方代表しまして感謝の気持ちでね、お祈りをさせていただいておりますが、おーニーナいてましたね。いつものコパカバーナのスタッフたちはね、こんな白とクリーム色のお洋服でおもてなしをしてくださっております。何なんでしょう、気分はねなんか法事に来た時の気持ち。こちらに本当たくさんの僧侶お坊さんたちがいらっしゃいますね。いつも本当にお世話になっておりますコパカバーナのスタッフの皆様が記念撮影をしておられますが、いやこれねなんでなんでしょうね。タイの方はほとんどのスタッフの方、社長さんに至るまで皆さん女性なんですよ。まあたまにね男性のスタッフもおられますけれども、それでもちょっと女性っぽい男性が多いですね。日本だったらね本当男性の方働いてる方が多いので、スーツを着た男性がね、ペコペコ挨拶してるみたいな、おっちゃんとかおじいちゃんがねたくさんやってきてるみたいな印象あるんですけれども、タイではねやっぱ圧倒的に女性が多いんですよね。うわー、もう基礎工事ある程度進んでクレーンもねそびえ立ってますね。ここは55階の高さまで、出来上がりますので、まあよくぞこんなね高層のビルディングがあっという間に出来上がるもんかといつも驚かされているんですけれども、こうやってねちゃんと地鎮祭なんかやって神様にもね、応援していただいて、このような多くの方々に夢を感じていただけるような素晴らしいプロジェクトが完成していくんですね。一通り儀式もね結構長いんですけれども終盤に差し掛かりましたので、みんなお腹空いてきたということで、先ほど準備、してくださっていたここでいろいろとお食事をいただくことができるようです。なんか結構ね伝統的なタイ料理っぽい感じの、お料理ご用意してくださってますけれども、いろいろ見てたらね、
お腹空いてきますよね。こういうのビュッフェ形式でいただいて、そしてその辺でね、本当その辺っていう感じですよ。まあちょっとはテーブルも用意してあったんですけれどもね、みんなその辺で気軽に、まあちょっと早めのランチタイムになるのかな。いいですね。綺麗に盛り付けられてて、ビュッフェスタイルで、やっぱりこうやってアウトドアでみんなで食事できるっていうのは楽しいですよね。そうそう、こちらの奥にね、ちょっとお食事できるようなスペースが設けてありましたけれども、早速僕らもね、ちょっといろんなお料理いただきまして、これ美味しいんですよ。この麺、タイ料理のこれお米のヌードルかな、それからこれは焼き鳥ですね。めっちゃええ匂いしてます。こんなコンドミニアム出来上がったらね、ここの駐車場、昔地震祭であの焼き鳥食べたななんて、すごい懐かしい思い出になるんでしょうけれどもね。これ漬物結構いける。こうやって揚げ物もね、焼き物も揚げ物もこんなところで、まあ食事食べた後はね、早速日本からの購入者の方いらっしゃったので、こちらのいつものオフィスに戻ってきてね、購入可能な物件の詳細をチェックさせていただいております。まあこのコパカバーナね、発表されてから本当に多くの人の心わしづかみにしておりまして、いや今パタヤでね、ジョムティエンビーチで新しくできるコンドミニアムとしては、僕としては一番お世話になってるんじゃないでしょうか。待ちに待ったショールームも完成しましてね、そして建築の方もだいぶ進んできておりまして、ちょうど今日ね、地震祭が終わったとこなんですけれども、2027年完成予定。ゆっくりとね、じっくりとその完成までをね、また完成後もね、もちろん見守っていきたいななんて思っているんですが、むちゃくちゃ楽しみですよね。家族みんなで楽しめるこんな波付きのプールがあったりとかね、プールの奥にはレストランもできる予定で、これは子供たちのキッズクラブですね。家族みんなでくつろぐことのできるラウンジかな、なんかすごいテーマパークみたい。そして、フィットネスジムですね。ここもガラス張りでね、すごく眺めが良さそう。その他にもね、ビューティーサロンや、それから温泉、そしてサウナ、ルーフトップの絶景インフィニティプールにルーフトップガーデン、過去にも動画たくさん上げてますのでね、ぜひそちらも参考にしていただきたいんですが、また概要欄にリンクを貼っておきたいと思いますので、もしね、興味があるとか詳しい内容を知りたいという方がいらっしゃったら、公式 LINE のリンクからね、おつながりいただきまして、個別でいろいろとね、情報提供させていただきます。ユニット選びのコツからね、間取りについて、またあの価格交渉や条件交渉、そして購入までのね、手続き、海外送金から両替についてもね、銀行口座開設、それからビザの開設、引き渡し前の検査、それから登記、そして引き渡し賃貸に出されたりね、売却希望の方のお手伝いや法人設立、なんなりとサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。